昔の日本社会には明確な身分制度が存在しました。上流階級に生まれた貴族は生まれた時から貴族であり、下流階級に生まれた平民は生まれた時から平民と決まっていました。その後、階級は移動できるものへと変化し、個人の努力次第で下流階級から上流階級へと成り上がることが可能になりました。そんな話が名字とどんな関係があるかって、実は大いにあるんです。先ほども言った通り、昔の日本社会には明確な身分制度が存在しました。そんな中、名字は身分を区別するために使われていたんです。日本には30万種類以上の名字が存在します。この数は同じ漢字文化圏で世界最大の人口を誇る中国に6000種類の名字しかないことから、いかに多くの名字が存在しているかがわかると思います。この動画では約30万種類ある日本の名字の中から、貴族が使っていた名字だけを並べて、あなたの先祖が上級国民であったかどうかを判別していきたいと思います。またこの動画では、近年の政界を動かしている重鎮たちの名字がどれくらい偉い階級だったのかも少しだけ紹介します。ぜひお楽しみに。名字の背景知識。名字には長い歴史があり、起源をたどると平安時代後期に遡ります。最初は平安貴族たちがお互いを区別する呼び名として名字を名乗り出しました。その後、名字は一度庶民の間に浸透しましたが、戦国時代になると名字は身分を表すツールとなり、庶民が名字を名乗ることは禁止されていきました。ですが、明治時代に入ると日本人の戸籍管理に便利だという理由から、全国民が名字を名乗ることを必須とするという法律ができます。こうして全国民が名字を持ち始めました。この時、爆発的に増えた名字が、佐藤や鈴木、田中などの名字です。ここら辺の詳しい歴史は別の動画で紹介していますので、もしよかったらこちらの動画もご覧ください。公家の名字とは、平安時代後期から名字を名乗っていた貴族たちは、公家と呼ばれる朝廷に仕える役人でした。公家たちには、家格と呼ばれる6つの権力階級が存在し、上から、摂家、青瓦家、大臣家、武林家、名家、藩家の順に上級役人とされていました。この上級役人の総称を東照家と呼び、天皇が生活する場所を特別に出入りできる特権を持っていました。しかし彼らはこの6つの家柄によって役職や昇進できる位が固定されていました。つまり、いくら実力があっても家柄のせいで慣れる役職には限界があったわけです。才能はあるのに、生まれた家柄のせいで将来が決まってしまうとは非常に窮屈な制度ですよね。それから時が経ち、江戸時代になると公家の名字が収録された帳簿が作られます。この記録によれば、平安時代から江戸時代まで東照家の数は増え続け、延べ137家に上るそうです。そこでここからは、この帳簿に記された公家たちの家柄の特徴とそれに関連する名字を紹介します。もし公家の名字とあなたの名字が一致するようなことがあれば、ひょっとしたらあなたの先祖は上級国民だったかもしれません。では早速、摂家の名字から見ていきましょう。摂家の名字。摂家は公家の中でもトップクラスの身分であり、時の摂政や関白を輩出した名家です。摂政は子供の天皇や女性の天皇、天皇が病気の時などに天皇の補佐をする役職で、関白はこれといった理由はないけど、とりあえず天皇を補佐する役職です。摂家の名字は5つだけだったことから、御摂家と呼ばれます。そんな彼らの名字は次の5つです。近衛、高司、九条、一条、二条。この御摂家と同じ名字である場合、あなたのご先祖様は上級国民であった可能性が非常に高いです。またこれは余談ですが、日本の貴族制度は終戦とともに終わりを迎えますが、それまで貴族として君臨していたのが家族と呼ばれる人々でした。現在彼らの子孫は旧家族と呼ばれ、その幅広い人脈ゆえに様々な分野で大きな影響力を持っています。そんな旧家族には明確な序列が存在し、ここのトップに君臨するのが元公家のエリート一族御摂家と元武家のエリート一族徳川家です。中でも御摂家は平安時代から貴族としてトップに君臨した歴史があるため、歴代総理大臣を輩出した旧家族たちよりも政界に強い影響力を持つと言われています。青瓦家の名字。青瓦家は摂家の次に偉く、太政大臣や左大臣、右大臣などになれる家柄です。太政大臣はあらゆる行政機関のトップに位置する役職です。その下に位置するのが左大臣で、さらにその下が右大臣となります。青瓦家は摂家の下とはいえ政界のトップを務める家柄なので、
相当な権力を持っていました。そんな青瓦家の名字は全部で9つあります。火山院、大井の帝、三条、西園寺、菊亭、徳大寺、広畑、古賀、大吾。青瓦家の名字を持つ方も石家と同様に元公家である可能性が非常に高いです。またこれはちょっとした情報ですが、青瓦家には代々伝わる3つの家業が存在します。1つは手紙の書き方や儀式の振る舞いを教える仕事、もう1つが儀式で使う衣装を支度する仕事、最後が朝廷の儀式や祭祀などで音楽を奏でる仕事です。つまり青瓦家とは高い格式を持ちながらも朝廷の政務と伝統文化継承の両方で重要な役割を担った家柄だったわけです。大臣家の名字。大臣家は青瓦家の次に偉く、内大臣から左大臣になれる家柄です。内大臣とは左大臣と右大臣が不在の場合、代理として政務を行える役職です。そんな大臣家の名字は次の3つです。扇町三条、三条西、中野院。この三家は三大臣家と呼ばれ、江戸時代まで存在していましたが、現在はどの名字も存在しているかはっきりしていません。しかし扇町三条という名字は明治時代に佐賀という名字に改姓されています。ですので佐賀という名字の人は元公家であった可能性はあります。ウリン家の名字。ウリン家は大臣家の次に偉く、三義から大納言になれる家柄です。大納言とは内大臣の下の役職で、政治上の事務を行ったり天皇のお言葉を伝達する役割を担っていました。三義とは今でいう議員のようなもので、政治に参加できるという権利を持った役人を言います。ウリンという言葉はもともと中国で宮中の軍人を意味し、昔の日本では軍人上がりの役人を意味します。そんなウリン家の名字は全部で66個あります。ここでは代表的な名字だけ読み上げます。南波、久世、松木、綾野浩二、武者の浩二、大宮、石山、中山、入江、桜井、花園、七条、山科、山本、橋本、小倉、大原、岩倉、園家、六角、今城、室町。これだけ名字が多いと聞いたことのある名字がたくさんありますよね。しかしウリン家の名字になると別の由来を持つ名字が複数あります。例えば名字には地形由来の名字や地名由来の名字、他にも職業由来の名字などが存在します。ですのでたとえ同じ名字だとしても自分の先祖が元貴族だったかは定かではありません。明家の名字。明家はウリン家とほぼ同等の家柄で大納言まで昇進できます。唯一違うのはウリン家が軍人上がりの役人なのに対し、明家が公務員上がりの役人が多かったことです。明家の名字は全部で28個あります。代表的なのは次の名字です。柳原、池尻、柴山、岡崎、片野、豊岡、平松、日野、広橋、長谷、北小路、烏丸、堤。先ほどウリン家の部分で言い忘れましたが、ウリン家や明家の名字に自分の名字が含まれる人は彼らの家紋なども調べてみてください。もし名字と家紋が一致するなら、あなたが公家出身である可能性はぐんと上がります。藩家の名字。最後の藩家は上級役人の中で最も低い身分の家柄です。彼らは学問や医学、武道などのスキルを買われ、朝廷に仕える役人となっていました。しかし中には才能を見出され、大納言まで出世した者もいたそうです。そんな藩家の名字は全部で26個あります。代表的な名字は五条、竹之内、高倉、藤波、船橋、土帝、沢、西堀、藤井、桑原、吉田、萩原です。以上が公家の名字についての紹介でした。ここで紹介された名字はたとえ藩家であろうと一握りの上級役人しか使っていなかった名字です。あなたの名字が当てはまっていたのであれば、一度ちゃんと調べてみる価値があるかもしれません。またこの動画を見て、あ、自分の名字が出てきたと思ったあなた、名字の歴史には明治時代に自由に名字を名乗っていいですよという法律ができたことで、わざと由緒正しい名字を使った一族もいたそうです。ですがいくら名字を自由に決めれたとしても、上級役人の名字を使うことはとても恐れ多く、庶民でこの名字を使う人は極めて少なかったはずだと考えられます。また自分の家系図や住んでいる地域の歴史などを調べると、
場合によっては明治時代以前の先祖の歴史を知ることができます。もし探し方の詳細が知りたければ、ぜひこちらの動画もご覧ください。この動画が少しでも助けになれば幸いです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。